はい、ではね、実際に作業をね、していきましょう。作業2ということでね、まずこの授業用のね、ディレクトリを作ってみてください。まあ、ここではargo アンダーバーデータ1という名前にしてますね。で、その中にね、ex1-1.c というファイルを作って、コンパイルして実行しなさいというのが課題です。まあ、コンパイルっていうのはね、後で説明します。で、このファイルですね、ex1-1 の中身、こんなん作ってねというとこなんですけども、この中のバックスラッシュという記号がね、あります。でこれはね、日本語のキーボードでは円マークになってますのでね、間違いないように気をつけてください。これはいわゆる ASCII コードのね、コードの割り当てなんですけども、アメリカの方ではね、バックスラッシュを割り当てたんですけども、そこをね、各国で好きに割り当てていいよとなりましたので、日本ではね、円マークを。まあ、大概の国がね、なんかそういう通貨記号ですね、自分の国の通貨記号を割り当ててることがね、多くて、画面上ではそういうふうに出ちゃいますけども、内部コードとしてね、数字と、メモリに入ってる数字としてはどっちもね、一緒のものになります。フォントによって、文字が違うというだけのものでね、パソコンにしたら一緒だよというものになっています。で、このプログラムをですね、これを ex1-1.c というのに、作って、コンパイル、この GCC というのをね、実行してみてください。で、うまくいくとね、プログラムを実行することができます。じゃあ、ちょっとやってみましょうかね。さっきのね、ロボットくん、こいつですね。のところで、よいしょ。まず、ディレクトリを作ります。で、そこに移動します。で、VI。まあ、これは皆さん、エディター何でもいいですけどね。ex1-1.c を作ります。で、include standardio.h。で、int main、カッコカッコ、あ、しまった。ごめんなさい。キーボードがちょっと違ったね。こっちだな。で、printf、カッコ、ダブルコーテーション、ハローワールド、びっくりマーク、バックスラッシュ、私、ちゃんとバックスラッシュ出ますね。はい。で、リターン、カッコ0。おしまい。こんな感じですね。VI ね、終わるときエスケープをしてね、コロンの、書き込み、ライトとクイット、終了と。これで出来上がります。ついでやから、キャットでちょっと中身見ときましょうかね。はい、入ってますね。で、GCC で ex1-1.c で、アウトプットファイルとして ex1-1 っていうのをね、指定します。これでエラー出てませんね。ファイルができました。ex1-1 というのができてますので、ドットスラッシュ ex1-1 で実行すると、ハローワールドと画面に出てくると。こんな状態に、ね、なってます。さあ、これは何だろうというのが解説のところですね。